とこで良きをお目にかかるとは。あ、漂白者さん、来てくれたんですね。ああ、あんたが漂白者ね。お噂はかねがね聞いてるよ。こちらは昆州城の優子さんです。陳皮さんと同じ骨董の専門家なんですよ。その通り。何って、そりゃお宝の手がかりを探してるに決まってるじゃん。上昇山の往来の再開後、師匠と私は上昇山由来の品が出回り始めたのに気づいたんだ。そのうちのほとんどは食定の個別。でも中には上昇山のものとは思えない来歴不明の品もあった。そこで、平井の港が出どころじゃないかって私は考えたわけよ。以前、過去の手がかりを探しにブラックショアへ行きたいと言っていましたよね。それで漂白者さんもお誘いしようと思って。北楽野原の戦いの後、ブラックショアのメンバーは次々に昆州から撤収していきました。ですが数日前、彼らから機雷の港で環境モニタリングを行いたいと予期軍に申請があったんです。ですのでこの機会に話を聞いてみるのもいいかもしれないと思って。え？漂白者さんが以前そのようにお話ししていたので。そんなに気にかけてるなんて、ヤンヤンはあんたに気があるんじゃない？あ、私はただ漂白者さんにとって大切なことなんじゃないかと。はいはい、冗談だよ冗談。つまり漂白者もブラックショアのメンバーを探してるってことでいいんだよね。それなら私も一緒に行ってあげようか。私が直々にあんたたちの旅を守ってやろうじゃないの。名高い漂白者とプロの鑑定士たるこの私が揃えば、嫌いの港もなんのさな。これは新たな冒険の始まり。なんとなくそんな気がするんだよ。漂白者さんもいらしたことですし、まずはあちらのブラックショアの花持ちの方に話を聞いてみましょう。パラメータに問題が起こるはずないのにな。信号も返ってこないし、どうなってんのこれ。そうだよ、何かよ、今忙しって。え？君まさかアールトに招待された人？わあ、ごめんごめん。金色の瞳に黒い花、間違いないね。私はニーヤ、ブラックシャアの花持ち。それにしても驚いたよ、まさかこんなところで会えるなんて。あのさ、ずうずうしいかもだけど、君に手伝ってほしいことがあるんだ。同僚としてお願い。そうなの？あんこが言うには、君がブラックショアの仲間になる日も近いって。私たちここでパラメータの異常値を計測してるんだ。この辺りに問題のある周波数が潜んでて、それをブラックショアに持って帰らなくちゃいけないの。
嫌いな港が滅びたのも悲鳴のせいだし、このまま異常周波数を放置したらまた新たな悲鳴が生まれるかもしれない。うん、それでテティスシステムが私たちに指令を出したんだ。今は一刻も早く周波数を分析してこの問題を解決しないと。ただデータ収容員が異常周波数の位置情報を送ってくれたんだけど、その後連絡が途絶えちゃったの。嫌な予感がするんだ。でもここには必ず誰かいなくちゃいけないから離れられなくて。だから代わりに様子を見に行ってくれないかな。手に負えなそうだったら今週の公的機関に連絡すればいいから。まさかそれほど深刻な事態だったなんて。大丈夫、まだ最悪じゃない。テティスシステムの警報を受けて事前に食い止められるのが一番だからね。漂白者さん、私この方のおっしゃる件について調査したいと思います。予期の東白としてこの地の安全を守るのも私の役目ですから。よかった、予期の人もいるんだ。じゃあ異常周波数の位置情報を共有するね。過去の残響、あるいはソノラが宿るものといったところかな。ソラリスにおいて周波数は何にでもなり得る。ただこの周波数は重力に関係するものだって断言できるね。まるで重力源みたいに近づくと重力の異常を感じるの。だから異常周波数かどうかはそれで識別できるよ。うまく周波数を持ち帰れたらいいんだけど。調査中に危険を感じたらすぐに引き返してね。みんなの安全が第一だから。君たちが戻ってきたらすぐにブラックショアに帰ってテティスシステムに報告を。あ、そうだ、君まだブラックショアに行ったことないんだっけ。じゃあ戻ってきたら一緒にブラックショアへ行こっか。下の方から残像の気配を感じます。どうせ雑魚でしょ、余裕だって。気をつけてください。この残像なんだか様子がおかしいです。逃げた獲物が。これだ、ここから動けない。早く助けないと。もう手遅れのようです。こいつらがあの花持ちが言ってた収容員。ここで一体何があったのでしょうか。ようこそ軍船の調律所、漂白者。私たちはあなたが来るのをずっと待っていた。私たち、ええ、私たち。
ている16弦は私たち。残された時間はあとわずか。フォード、そう、私の名前はフォードよ。これは私のブラックショアの花持ちとしての名前。あの人たちだけじゃない、他にもたくさんいる。男性、女性、お年寄り、子供、私たちの悲鳴は聞こえた。思い出して、全部全部思い出して、思い出して、あなたの過去、捨て去った記憶、ブラックショアの一員としての日々。あそこに残された周波数は非常に乱れていて、危険な気配を感じます。うわ、なになに、いきなりキラキラ光り始めたんだけど。あ、これやっぱりブラックショアのものだったんだ。漂白者、ほら見て。私はこのお宝の手がかりを探しに来たの。ブラックショアのものだとは思ってたけど、やっぱり師匠と私の目に狂いはなかったってことね。漂白者さん、おそらくあの異常周波数は花持ちたちの死に関わっています。それが今この古物に宿っているのかもしれません。ブラックショアへの強烈な執念を感じます。先ほどの声は漂白者さんや嫌いの港の滅亡についても触れていました。これは簡単に解決できる問題ではなさそうです。とりあえずあの花持ちのところに戻って状況を説明したら。こういうのはブラックショアの方が詳しいでしょう。行きましょう、漂白者さん。なんだか嫌な予感がします。この一件、どうも一筋縄ではいかないようですね。嫌いの港には私たちの知らない秘密がまだまだありそうです。帰りなさい。
漂白者、やっと戻ってきてくれた。ここは終点であり起点。あなたがこの海岸へ戻ってくれるのならとても嬉しい。交流リナシータ、どこへ行こうとも私はここであなたを待っている。どれほど遠く離れてもこの海岸でずっと。任せて。世に任せよ。これぐらいいくらでも用意させますよ。進みましょう。失礼。やっと洞窟から抜け出せたな。って、なんだこの濃い霧。これじゃ何も見えないぞ。ここはヴェイルド岩。霧が濃くて当然さ。もしかして、俺をお探しかな？で、あれ？漂白者？本物だよな。夢じゃないよな。まさか本当にブラックショアに来てくれるなんて。その通り、歓迎するよ。けど君はどうやってブラックショアまで来たんだ？花持ちが犠牲になった？くそ、思ったよりもヤバい状況みたいだな。そのフォードってやつも俺たち側の人間とは限らない。と、そうだ、骨董商から受け取ってたもの見せてもらえるかな。へえ、上昇さんからこんなものが。祭祀を観測するためにブラックショアが世界中に設置したレジスタだね。各地の採取に動きがあればすぐ察知できるようになってるんだ。それがまさか嫌いの港で異常周波数を記録してくるとはね。ひょっとするとテティスシステムが君を助けたのかもしれない。まあ確証はないけどね。ブラックショアに飛ばされてから今までで何か変わった出来事とかあった？水色の人影、ショアキーパーかな。その昔ブラックショアの指導者を支えたという人物で、ブラックショアの守護者でもある。おそらく君が会ったのは彼女だろうな。古い文献には
ブラックショアに最大の危機が迫るとき、彼女は真の姿で現れ、伝説の指導者と共に再びブラックショアを導くと記されている。ブラックショアにとっては伝説的な存在だよ。彼女が君にそこまでするとは、それなりの理由がありそうだね。ともかくまずは花園に行ってみよう。君が手に入れたものをテティスシステムに取り込んで、嫌いの港の異変を解決しなきゃね。花持ちに死傷者が出てるなら、事後処理をする人員の派遣も必要だな。それと君には他にも知りたいことが。この揺れ、こんなとこまで影響が出てるのか。どうやらテティスシステムの故障がひどくなってるみたいだ。行こう。ことは急を要する。他のことは道中で説明するよ。切れたか。まあよくあることさ。ブラックショアは巨大な黒石の上に立っている。普通のデバイスは黒石の干渉を受けるからね。花ぞ、こいつらはテティスシステムとつながってて、声の周波数は俺たちの言葉に変換されてるんだ。ま、ロボットもある意味一つの種族と言えるのかもな。テティスシステムってのはスーパーコンピューターみたいなものだな。ブラックショアがやってる悲鳴の観測や警報、そして解決は全てテティスシステムの演算によって行われている。で、こちらのお方はブラックショアメンバーの活動経費を統括し、各地に設置したロボットの記録と管理を担当する悪徳商人さ。とまあ冗談はさておき、さっきの地震で黒石周波数の干渉が強まった気がするんだけど、地下との通信はまだ生きてる？それならよかった。じゃ漂白者、データをクーモンに渡してやってくれ。どう？テティスシステムにデータは遅れた？ここ最近テティスシステムがずっと不安定だ。クーモにも知ってるだろ。漂白者が持ってきた情報は今のデータだけじゃない。俺たちが嫌いの港に派遣した人が犠牲になったそうだ。そうだ、クーモにはテティスシステムのデータベースにアクセスできるよな。フォードって名前の花持ちについて記録がないか調べてくれ。そいつはおそらく花持ちたちの死と何らかの関係がある。世界は広いからな。ちょっと、俺こんなにもらってないんだけど。
クーモニが言ったようにテティスシステムは今週に向けて嫌いな港の悲鳴警報を出すだろう。それと君があったフォードってやつだけど、まさかテティスシステムにも記録がないとはな。重力を操るような共鳴者をブラックショーが見逃すはずがない。考えられるとすれば、今は何とも言えないな。システムに情報がないならひとまず花園へ行こうか。ある。どうした？できるに決まってるだろう。RPG って遊んだことあるか？ちなみにロボットたちのキャラを設定してるのはそのうち。さてと、彼女は以前からうちに招待してた。あの名式との戦いで活躍された共鳴者様ですか？やっとご本人にお会いできました。すみません、私としたことが。自己紹介が遅くなりました。私はモニカ、ブラックショアの庭師で主に人事を担当しています。本来ならば私からブラックショアをご案内して差し上げるべきなのですが、今は人。モニカ、嫌いの港の件は聞いてる？はい、今週から紹介がありました。こちらからもティティスシステムが引き続き嫌いの港の悲鳴警報を出す可能性があると伝えてあります。脅迫者様がお持ちくださったデータはすでにティティスシステムに転送済みです。問題はまだ解決してないってことか。ええ、この事態を解決するにはまずテティスシステムの運用を正常に戻す必要があります。せめて安定させることができれば問題の半分は解決したと言えるでしょう。花持ちたちの犠牲は決して無駄にはしません。彼らが命を懸けて位置情報をニーヤに送り、そしてあなたがデータを持ち帰ってくれた。で、今の状況は？あとはご覧の通り、テティスシステムのメンテナンスを行う準備を進めている状況です。なるほどね。あ、そうそう、モニカは人事の管理者でしょ。フォードって名前に覚えはない？多分花持ちなんだけど。フォード、そうですね、そういった名前の花持ちはいないと思います。その方がどうかしたんですか？あの異常周波数と関わりがあるのですか？もしかして裏切り者とか？それは考えられません。そういったケースはブラックショアの歴史上稀ですし、いたとすれば記録に残されているはずです。ティティスシステムにもデータがないんですよね。我々を惑わすための敵対組織による工作では。過去に漂白者様は少し前に招待リストに載ったばかりのはずですが。全く手がかりがつかめないな。それはもちろんブラックショアに関わることですし、仮にその人自身が異常周波数の一部だとすれば、花持ちたちが犠牲になった原因はその彼女。しまった、データをテティスシステムへ転送しまったぞ。危ない。
そ、はめられるとはな。クーモニと地下の状況を確認してきます。ティティスシステムを正常に戻さないと。漂白者様、アールトさんと一緒に花園のクーボット兄弟のところへ行ってくれませんか。花園の調律装置も守らなければいけません。ブラックショアに来て早々こんなことに巻き込んでしまう。全てが解決したら改めて。はめられるって気分悪いよな。君が持ち帰ったデータを転送するだけの簡単な仕事だと思った。俺たちは何と戦ってるんだ。ブラックショアのあらゆる物事はテティスシステムの演算のもと動いてる。君が求める真実もテティスシステムなしでたどり着くのは難しいだろうね。俺やクーモニ、あのモニカだってテティスシステムの最高権限は持ってない。もっと高い権限さえあればいろいろと調べられるのに。よし、花園のクーボット兄弟を探しに行こう。それと今回は君が話を聞いてくれ。君ならテティスシステムからより多くの情報を引き出せるかもしれない。ま、ほとんど勘みたいなものなんだけど。花園はすぐそこだ。迅速果敢。漂白者さん、もうびっくりさせないでよね。ご無事で何よりです。私たちはブラックショアからの警報を受けて、予期軍も嫌いの港に集結して犠牲になった花持ちたちの遺体は、私漂白者さんにはまだブラッコの先どんなことに巡るどこへ向かおうとも、この今週に仲間
あ、お前ピアノが弾けるのか？勝手に演奏するピアノ？ブラックショアってすごいとこだな。なあ、やっぱピアノ弾けるんだろう。なんかいいメロディーだな。なんて曲か知らないけど、我は好きだぞ。音と周波数には感情を込められる。こうして自分自身の思いを音に乗せるの。あなたにもできるはず。やってみて。おい、大丈夫か？何かってなんだ？ここにはずっとお前しかいないぞ。また地震かよ。一体何が起きてんだ？おい、早くここから逃げるぞ。お、聞こえる？テティスの演算システムを固定させる安定アンカーの周波数が急激に跳ね上がって、地下に保管されてた他の異常周波数が外に逃げ出したんだ。詳しい状況は担当者が分析してる。俺たちは今応急処置に向かってるところだ。本来テティスシステムにデータとして記録されていたものが、ブラックショアという巨大な黒石からエナジーを吸って実体化し、代わりに現実世界にあったものがデータに変わってしまう。クーモニと出会った時点で漂白者様の情報はテティスシステムに登録され、記録を開始。座標は依然として変わらない。すべてかつての姿と同じ。時間でさえも黒石の形を変えることはできない。この世界はまだ始まっていないのに、私たちはその終わりを目にしてしまった。彼らは昔の私たちと同じさまよう脆い存在だから。教えよう、
私たちが信じる道を。今のは何？周波数の影響で。でも初めてじゃない気がするのはなぜ。もしもし聞こえますか？漂白者様のおかげでスプラウツの知能異常質疑は前方に見える小島アストソラリス全体の天空海観測を担っていることもあり、黒石のエナジー放出は強く、スプラウツの力ならすぐに着くでしょう。歴史を感じるね。任せて。世に任せよ。これも音の力になる。守らなきゃ。同心、虹に身を寄せ。不変の立ち合い。静寂に沈め。これも音の力。植物だって生きてるんです。兵士ギデオ、無に帰れ。任せてください。私お見せしましょう。これも音の力に。横島を取り払え。
記録を開始。悲鳴は予測不能な天才ではない。敵に立ち向かうのならまずは敵を知る必要がある。ただ今のところ予測できるのは悲鳴そのものの発生だけ。天空海や無音区の予測はまだできそうにない。悲鳴に立ち向かうには私たちだけでは足りない。多くの助けが必要だ。悲鳴という厄災は世界共通の敵。そして世界と共にあるべきなのは私たち人間だ。またあの幻影、ブラックショアの始まりについて話している。進みましょう。危険異常所は各地の残像の観測をもとに悲鳴について推測を行う場所です。そこでは残像に関するデータの保存、収集および転送を行っています。ですので汚染がひどくなってまた残像が出てきた。気をつけてくれ。同心入れよ。勉強移動。自分の先へ花よ。これも俺の力なの。任せて。進みましょう。ご苦労だったね。いや、実に見事な戦いっぷりだ。今週の同僚から聞いたと。我々は出身地を問わず誰もが同じ理念のもとでここに集まっている。君が汚染データの除去をしている間にスプラウツの力テティスシステムに再接続できたよ。汚染されたデータと残像が実体化しているのならこの原理が応用できるんじゃないかと思ってね。それで安定アンカーのそばにデータを入力してよじ登れる台を作ったんだ。さあ奴らをあるべきところへ送り返そう。他の2つの安定アンカーにも応援人員が向かっているところだ。さて乗るか乗るかだな。
一目瞭然。に任せよ。影にこける。これも踊る力なら静寂に沈め。高校生入れよ。影が舞い踊る。海帰れ。ください。真実をお見せします。これも踊る力だ。兵士虹に身を寄運量だに、あなたが命令通り、私が行けるのはここまで。天空界からソノラ、時間から空間へ。ちょっとヤンヤン、見て、あそこ、人がいる。いきなり倒れちゃったよ。この場所こそが、すべての始まり。進みなさい。私はここで待っているわ。全ての修復が完了したみたいだな。お疲れ、漂白者。君がいてくれなかったら今頃はどうなっていたことやら。お前がフォードだな。漂白者、言い忘れてたんだが、あれからモニカが彼女の情報を見つけ出したんだ。彼女はブラックショアの花持ち、戦場で医師として働いていたものだ。だけど彼女は数百年前に嫌いの港で起こった悲鳴ですでに命を落としている。つまり生きているはずがないんだ。フォードは私たちの中の一人。テティスシステムにおける私たちの名はネクロスター。私たちはブラックホールの自称の地平線にとどまり、永遠に闇の底へと落ちていく。私たちは悲鳴によって砕かれ、観測者の呪いにより死ぬことさえも選べない。あん、我が死、我が憧れ、お願い、メビウスの輪のようなこの循環を終わらせて。お帰りなさい、漂白者。
またこの島に降り立ったのね。お帰りなさい、漂白者。危険な目に遭うあなたを見過ごせなかった。勝手な行動をとってごめんなさい。私がごめんなさい。こんな感情表に出すべきじゃないのに。あなたが見たのは間違いなく私。ずっと昔、あなたがこの島でブラックシュワを立ち上げた頃、私はあなたを補佐してこの場所を管理するだけの存在だった。あなたはかつてここでバラバラだった世界をつないでいたけれど、すべてを手放し漂白の旅に出た。あなたが失ったのは記憶だけじゃない。あなたが去った後、ブラックショアはテティスシステムが統率してきたから、彼らはあなたの存在を知らない。それがあなたの望み、自由に行動するための。だけどここはあなたが築き上げた場所。いかなる資源も自由に使って構わない。あなたはここの主でも、ここの仕事は対局から見れば些細なもの。あなたがブラックショアをテティスシステムに任せたのもそれが理由。そして今この全てを終わらせることができるのもあなただけ。あなたがまた未来へ一歩踏み出すためにも必要なこと。フォード、確かに彼女はブラックショアの花持ち。でも彼女と亡くなった人たちには不可解な謎がある。彼らはあなたが嫌いの港で目撃した異常周波数の原因、そしてそのエラーを修復できるのはあなただけ。大丈夫、安心して。私がついているから、昔のように。ごめんなさい、これ以上は言えない。あなたと約束したから。でもテティスシステムを修復していけば、あなたが過去と決別した理由がわかるかもしれない。そういえば聞きたいことがあるの。今週での旅、あなたは満足してる？ソラリスにおいて今週はあくまでも旅の始まり。大丈夫、これからの旅はきっとあなたが思い描いたものになるから。地下に向かうゲートが開いた。そこをくぐればブラックショアの最下層までたどり着ける。今週から始まったこの旅は、やがてブラックショアを通じてソラリスの全土に至る。最後にもう一つお願いがあるの。
すべてが終わったら、あなたの今週での物語を私に聞かせてくれる？自ら姿を現したってなると、ああ、ブラックショーに入ってから一度も会ったけど、彼女が直々に出てきたってことは、地下へのゲートが開いたのなら、地上のことなら。任せて。しましょう。世に任せよ。任せよ。勝利を影に解ける。これも音の力になる。静寂に沈め。花よ、これ守らなきゃ。手を、
進みましょう。多空間へ渡るゲートウェイ、それはソノラの特性を生かした技術。これも敵使えるものはありませんか？これがブラックショアの真の姿。私の体はソノラで構築されている。この映像もいわばソノラの影のようなもの。私はテティスシステムの演算の中核を担っている。だから機能を維持するためここを離れることができない。でもこういう形でならあなたと一緒に行動することもできる。ここにはソラリス中の悲鳴が記録されている。過去に起きたものも今起きているものも今後起きることになるものも、あの星々はこの星の嘆き、すなわち悲鳴。群生の調律者
文明を導く者、ブラックショアの頭脳。昔あなたが持っていた無数の称号、それもその中の一つ、気に入ったものはある？え、私？あなたの本当の名前を呼んでいた。過去であろうと、現在であろうと、幾千幾万の時が流れようと、あれがネクロスター、旧文明の呼び方をするならブラックホール。テティスシステムはデータを星空とし、ソラリス全体を観察している。あなたが機雷の港で遭遇した異常周波数もその一部であり、本体とも言える。それを調律ホールに持ってきて、私がエラーを消去する。そうすればテティスシステムは正常に戻り、今は手遅れにならないことを祈るだけ。さあ行きましょう。私がそばにいるから。ただの影だけど、ずっとそばにいるから。残りの時間、最後までそばにいさせて。これも人に力が行けました。やっと、フォトンシンセシス行きますよ。日向ぼっこの時間ですよ。うん、刑事レオ、無に帰れ。任せてください。やっと、これも俺の力なら炎上転戦花よ。このぐらいいくらでも用意させますよ。進みましょう。本州は豊かな土地、いいものがたくさんありますよ。あの黒い星は地下に収容されたようね。地下に通じる扉が人為的に閉じて、沈まれ。これも音に力なし。無に帰れ。世の光に卑劣せ。失礼。
に任せよ。損傷偏差せよ。影と舞い踊る。ルフィの先へ。はっ。もう大丈夫だ。すべて終わった。はあ、あの方の声が聞こえます。ああ、彼女もここにいる。安心しろ。私はここよ。しっかりしろ。すぐに救援が来る。私はブラックショアの信頼に応えられましたか？ええ。あとは任せて。大丈夫。あなたは助かる。ありがとうございます。どうか必ず。お前はよくやったよ。ゆっくり休んでくれ。星々も私も決してお前の勇気を忘れない。今しがた、ネクロスターが強制的にエラー収容所に入っ、エラーコードが地下から外に溢れてたんだ。ピーク時は、仮想データがまるで血のように飛び散っていた。コントロールルームを守るには、地下へのゲートを閉じるしかなかった。自分がどうなるか理解した上で、彼は使命を果たしたんだ。ショアキーパーが現れるとは、思ってもいなかっただろうがね。あれほど異常周波数に汚染されてしまっては。あの黒い星は地下に収容されたようね。地下に通じる扉が人為的に閉じられている。私がいる限り権限の付与は必要ない。ただの影だけど、ずっとそばにいるから。歴史を感じるね。
漂白者、おかしなことを聞くけど、花園で彼らを見たとき、体の奥から不思議な感覚がこみ上げてきたの。どう伝えたらいいのか。あの時、治る見込みがないことは、なのに私は嘘をついてしまった。嘘をついたのはこれが初めてじゃない。私の記憶では、あなたはこういう時悲しみの表情を浮かべていた。私もそういう感情を抱くべきなの。そう、仲間たち一人一人の気持ちを思いやっていた。でも今の私にはうまくできない。ネクロスターの問題が解決しない限り、私にできるのは収容所のネクロスターを調律ホールへ持ち帰って、テティスシステムに取り込み、システムの、あの時逃げ遅れた多くの人々が悲鳴の重力に抗えず、今テティスシステムの中にあるネクロスターは嫌いの港を滅亡させたブラックホールそのもの。あなたが嫌いの港から持ち帰ったあのデータがそうだったの。昔のあなたはそのことに悩んでいた。だから私はそれを変えたい。テティスシステムの最高権限を持つのは私だけ。それを調律ホールに持ってきて、私がそうすればテティスシステムも正常に戻り、誰も傷つくことはなくなる。けれど私は実体がないから、あなたに持ち帰ってもらわないといけない。あ、そう。でも安心して、昔のように私があなたを守るから。そして今度こそ全てを変えてみせる。大丈夫、時間はたっぷりあるから。過去、現在、未来、語り尽くすには十分。私を信じてくれる？ありがとう。本当に本当にありがとう。気をつけろ。真ん中のあれが制限をかけられたネクロスターだ。旧文明の物理学によれば、重力は時空を歪めるらしいな。ポータルをくぐればたどり着ける。危ない。私たちは
元の空間に戻ってこられた。さっきの戦闘では本来の周波数の波動は抑えられていたみたい。権限を認証しました。操作を確認してください。おいこら、手当たり次第に食べるな。今のめちゃくちゃまずかったぞ。いろんな味が複雑に混じってて、おえ。これはなんだよ、じっと見て。そう、この周波数よ。はるか昔からこの周波数はあなたの中にあった。気になるけど今はそれほど重要ではない。この我が重要じゃない？失礼なやつだな。お前のせいだろ、腹が減ってるからって何でもいいと思うな。さっきの調味料全部ぶち込んだみたいな味がしたぞ。深淵の奈落に落っこちたみたいな味だった。もう二度とあんなの食うもんか。だからこそそれはブラックホールと呼ばれているの。あの子、周波数の性質がわかるのね。ネクロスターの周波数は確かに複雑。体にどこか不快なところはない？違う、そうではなくて、あの子と一緒にいて異常を感じたことはない。それならよかった。ネクロスターのコアは手に入った。残りの時間、最後までそばにいさせて。街は滅び、ビルは倒れ、文明は消えた。すべての命は悲鳴に飲まれた。100億もの人々が悲鳴によって消えた。彼らが悲鳴の中で味わった絶望、無念、怒り、そして後悔。
その全てがテティスに記録されている。帰らぬ人となった彼らの名前もここに残されている。あなたはどうしてここにいるの？私はテティスの中枢でブラックシュアの所有物。私のソムラはここにある感情を受け取る器だから。ごめんなさい、ソノラを制御しきれなかった。あなたがブラックショアを去った後、ここを守り通して実際に悲鳴に巻き込まれたことはないけれど、悲鳴のデータは私の体内を流れて星に変わり、テティスシステムも私を通してごめんなさい。私は職務を全うできなかった。私がもっと努力して彼らの感情を理解できていたら、こんなことにならなかったかもしれない。ソノラもこの体も。だからこそ私は星空を、そしてあなたを守ってこれた。漂白者、これは約束なの。過去から今まで変わることのない約束。必ず方法を見つけて逃れられない運命と、あなたを巡るメビウスの循環を、そのために尽くすのが。この感情はどう表したらいいの？こういう時どんな顔をすればいいのか。ものはありませんか？あふれ出したデータの残像がここに集まり始めている。自らの死を待ち受けにしている。海帰れ。これも俺の力だ。チンコを置いてきます。干渉戦線ほっ。影の舞いを。世に構うな。失礼。漂白者さん、お待ちしていました。みんなのおかげでこちらは準備万端です。あとは持ち帰ってくださって、ディスシステムに異常が起きてからうちの収容員も頑張ってますので。それから製図の中にショアキーパーさんの周波数が現れて、ブラックショアはいかなる時もメンバーを一人で戦わせたりはしませんよ。その黒い星をあそこの解析装置の上に置いてください。調律が完了すればテティスシステムのデータ流出も修復されるはずです。
製図のステータスを確認。ネクロスター。この製図の調律を再度行いますか？ネクロスターのバックアップデータを読み込み中。対象データの読み込みが完了しました。ご確認ください。あそこが調律データの入り口です。あの中からテティスシステムの再調律データを手に入れ。待って。ネクロスターが制御されてから、テティスシステムにおける私の演算負荷が下がった。私も一緒に行かせて、漂白者。これは私との約束。大丈夫。ソノラをたくさんつなぐことで、私が存在しているうちに使命を果たさなければいけない。心配しないで。もう誰も傷つけさせないから。お願い、私を信じて。嫌いの港もかつてはこんな風に栄えていた。あの時代は開拓への自信が町の人々を、船で海路を、車輪で陸路を制し、人々は戦乱や衣食住に悩まされることなく愛と平和を育んでいった。日に日に高くなる建物のように人々は自信に満ち溢れ、あの夜景にきらめくビルが見える。あのビルは、当時天空に最も近いと言われた場所。あの頃人々が望んでいたのは、彼らは高い理想を掲げ、当時の人々には夢が、けれど、その夢は、ソノラの中でも、現実でも、私はこの街を自分の目で確かめたことがない。どうやって街が作られ、繁栄し、滅びたか。あなたが教えてくれたのよ。これは、あなたが過去に経験した出来事、この街がどう発展したかを語るとき、あなたはいつも微笑んでいた。もしかしたら、いつかこの街での出来事が重要な手がかりになるのだと、あなたは気づいていたのかもしれない。ここは、滅亡1時間前の嫌いの港。災害発生1時間前が、私の演算で再現できる限界なの。私たちが前へと進めば進むほど、テティスシステムの再調律データは、悲鳴が起きたあの瞬間のものなの。私たちに、歴史を変えることはできない。この物語の中で、あなたは何を経験したの？テティスシステムからの指令じゃないわ。私が知りたいだけ。
教えてくれる。ここの障壁を抜けるにはこういう純粋なその入り口も出口も。さあ温かい飲み物、いい香り。こういう飲み物、あなたは好き？わかった。覚えておく。生命の箱舟の植生データにはこの原材料の種が保存されているわ。花園で育ててみてもいいかも。私のソノラにこれを用意しておけば、あなたが旅で必要になった時いつでも持っていける。あなたに喜んでもらいたくて。おそらく障壁を越えてここを離れるにはシークレットキーが必要よ。ポータルを使えばシークレットキーが手に入るかもしれない。これは予想外ね。脅威を発見。一緒に叩き込む。入力。光よ。
ニューレム、アド、アスパラ。どうしよう。データの残像がここに侵入しているみたい。つまり悲鳴の源にまた一歩近づいたということ。あと少しで滅亡が始まる。今は滅亡の10分前。あの時ブラックショアは嫌いの港に悲鳴の警報を発した。でも悲鳴の広がるスピードはテティスシステムの予想をはるかに上回っていた。あなたは人々を避難させるため交流とも協力し、ブラックショアの協力者と花持ちを総動員したけれど、全てを救うことはできなかった。ええ、彼女も無数の犠牲者のうちの一人。花持ちである彼女は悲鳴が発生してすぐ住民の救護と避難活動に当たった。でも悲鳴の前では人間は無力で弱い生き物。そう、あなたはそういう信念を持っていた。ブラックショアもその信念のもとに動いていた。あの兵、あそこにいるけれど、彼女に会うべきなのかは私にもわからない。迅速かかる。それはテティスシステムの基盤ロジックに基づいていて、私には手出しできなかった。テティスシステムは悲鳴を観測するためのもの。そして悲鳴を理解する最善の方法は、これまでずっとテティスシステムは悲鳴の結果と根源を集めてきた。それがあったから他の悲鳴を解析できているの。それが現時点における唯一の方法。そしてそれこそテティスシステムがブラックホールを収容しようとした理由よ。でもスレッズデータの中にあっても、災いの中で懸命に助けを求める人たちにとって、ネクロスターの中でその影響を抑えていたのは、それは
あなたもでしょ。ただあなたと漂白者と違って内側からネクロスターを抑えている間、私はブラックホールから逃れることができない。執念、怒り、後悔、恨み、これらの感情は悲鳴と同じく周波数なの、呼ばれている。テティスシステムがネクロスタープログラムを稼働させようとしている。私たちもかつては今のあなたのように迷いを持っていた。どうかどうか必ず我が死を、どうか私たちを解放して、引力を忘れないで。引力は旧時代の最後の真理。テティスシステムは何かを隠している。引力に関する問題であり、現代の学ジェティスシステムがリス、あまり時間がない。ここからは漂白者、これはブラックショアの一員として、そして私としてのお願い。いくらでも用意させますよ。歴史を感じるね。とても強いエラーデータの汚染を、私も汚染を抑えてみるけど。任せて。鍵縄を使えるようになった。本性転換花よこれも音に力ない。世に任せよ、入れよ。
こっち。あっ、ネクロスターはこの先にいる。あのピアノが調律を行う鍵よ。気をつけて。ここは憎しみに満ちている。これも音の力なの。その力使わせてもらう。新ニュール、アド、アスト。あまたなる光よ、世の光にひれ伏せ。任せてください。ニュール、破壊。どうしよう。影が舞い踊る。物語の続き、いつか聞かせて。さようなら。予備プランは失礼。あなたも来たのね。ここで会えるなんて思わなかったわ。ここはテティスシステムの最深部。私たち二人だけの海岸。私ここの星空が大好きなの。遠い昔、あなたはソラリスのデータを星と定義した。この星空の輝きは悲鳴だけじゃない。この空には一つだけ、ひときわ瞬き夜をかける星があった。その星は見ているだけで悲鳴に染まった心を温かく満たしてくれた。そしてある日、その星はここに現れたの。私の目の前に。過去の私はブラックショアを守り、与えられた仕事をこなすことだけが。それをあなたが変えた。あなたは私にたくさんの物語を聞かせてくれた。ディナシータの花畑を通りかかった時、そこに咲いていたデイジーとバイオレットはとても美しかった。あの時はただ不思議な感覚だとしか思わなかったけれど、やっとわかったの。あの感覚こそが幸せだったのね。私の生きる理由はブラックショアを守ることだけじゃなかった。
あなたもブラックショアだけで終わる人じゃない。戻ってからもこの星の上であなただけの物語を紡いでね。忘れたの、私はソノラで作られた。ソノラの道具、そしてソノラは永遠に消えはしない。ただしばらくお別れするだけ。テティスシステムには感情を受け止めるコアが必要なの。悲鳴のデータがなくなったのなら誰かがその穴を埋める必要がある。嫌いの港の被害者にも私の旅は終わるけど、あなたの物語は約束したでしょう。もう誰も傷つけさせない。本当にごめんなさい。この方法しか思いつかなかったの。これで全てうまくいくから。あなたがこの海岸に来てくれただけで私は幸せ。光竜ディナシータ、たとえこの世の果てまで行ったとしても、ブラックショアはこれからも変わらず、あなたが足を休められる場所、どれほど遠く離れても私はこの海岸であなたを見守り続ける。この気持ちは愛なの。さようなら。感染が抑制されています。成功です、漂白者さん。あれ、ショアキーパーさんはご一緒じゃないんですか。え、彼女はテティスシステムの最高権限を持っているんですよ。こんな結末は間違ってます。どういう意味ですか。なるほど、わかりました。ということは、気づきませんでした。でもそういった理論が書かれた求人…安定アンカーの観測対象を切り替えて、全ての観測設備を稼働…もう始めてますよ。なんとしてもショアキーパーさんを見つけるわよ。テティスシステム内にいるショアキーパーさんを見つけました。彼女だけじゃありません。ネクロスターの自称の地平線上にいる全ての人を確…ネクロスターはテティスシステムの根本。それはつまり…本当にできるんでしょうか。こんな神に近いアル…それにテティスシステムの演算力を一点に集中させ…そんな…ショアキーパーさんを救えるかどうかも未知数なのに、それに今現在
ショアキーパーさん以上の権限を持つ人はいないはず。もしかしてあの古い文献の。ブラックショアに最大の危機が迫るとき、彼女は真の姿で現れ、伝説の指導者と共に再びブラックショアを導く。ってことは、今はまだその時ではないのかもしれない。だがテティスシステムこそが全ての手がかりを握る鍵になるはず。ブラックショアはテティスシステム、ショアキーパーでさえテティスシステムの前ではただ指令に従うだけの道具と化していた。でも人は冷酷な道具じゃない。そして歴史は決して埋もれ忘れ去られるべきものじゃない。テティスシステムは本当に万能なのか。完璧な人が存在し得ないのと同様に、行くは勇むべからず、来たる者はなお追うべし。もしかしたら間違いを正し決別するためみんなここにいるのかもしれない。ブラックショアが世界中を奔走するのは文明を守るためでなく、人々を救うため。壊れたものは直せばいい。でも人を失った文明に意味なんてない。君の言葉聞かせてもらったよ、アルトさん。地上のことは俺たちに任せてくれ。わかりました。全ナビゲーターは第一級体制に突入。テティスシステム検索レベルを最大に変更し、ゲート開放準備。漂白者さん、ブラックショアの、そしてショアキーパーさんの運命をあなたに託します。私たちはテティスシステムの内部に無理やり突破口を開きました。あなたが赴く場所の具体的な位置情報は私たちにも分かりません。準備ができたらすぐに転送を開始します。必ず帰ってきてくださいね。テティスシステムの演算スタックで、本来であればあなた様はここに来るはずのないお方です。しかしショアキーパーが最高管理者の権限をあなた様に譲渡したため、あなた様は最高権限をお持ちですが、システム保守の観点からその指示の実行には反対します。ショアキーパーはすでにテティスシステムのコーディングコアとして更新。このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。いいえ、文明の保護において
すべきは文明の存続のみ。1万年を超える過去の観測において、当システムの演算方式は、各地の採取の演算出力を参照しており、大規模文明発展の前で、個々の人類はあまりに弱く、また、ショアキーパーはソノラで構成されているため、感情は存続において足かせとなります。理解できません。再度警告します。このコーディングコアが失われた場合、テティスシステムの機能が停止するリスクがあります。当システムが存在しない世界において文明は悲鳴に抗えません。当システムは文明滅亡回避のために存在し、エラーは存在しません。理解できません。警告します。強制的にコーディングコアの排出を試みた場合、投資では凍てつく死の静寂が訪れるでしょう。気をつけて。お願い、逃げて。鍵縄で離れて。大地が裂け、世界が滅びます。ターゲット、最高管理者。お願い、先へ進んで。いるのはここまで。でもあなたの終わりはここじゃない。システム存続のため、最後のソノラを使って。ターゲット、最高管理者。任せて。最高権限ポリシー実行。静寂に沈め。
これも音の力が。防衛プログラム停止。システム存続のため、プログラム再起動、第3プランを発動。初期化対象、ショアキーパー。初期化の進行 37%、 初期化の進行 62%、 初期化の進行 85%、 初期化完了。ショアキーパーが解除された。それにより当システムは存在し続け、世界は悲鳴から守られます。絶対に。誰一人見捨てたりしない。あなたにもできるはず。やってみて。テティスの一部になってしまえばもう戻れない。悲劇は終わった。テティスシステムとブラックショアは新しい道を行く。それにあなたを嘘つきにするわけにはいかないでしょう。気がする。あなたが教えてくれたの。そう、ごめんね、思い出せなくて。教えてあげる。あの時あなたが教えてくれたように。遥か先の未来と、あなたはここでブラックショアを立ち上げ、やがてあなたはシステムが悲鳴そのものをコアにしていることに気がついた。悲鳴で悲鳴を観測する。あなたはシステムを変えようとした。そしてあなたはここを去り、唯一の解決策を知っていたはずなのに。感情を持たない入れ物、道具として存在する私なら、私はあなたを守りたい。
たにはあなただけの物語がある。あなたと同じ空の下で、あなたと同じ場所を見たいと、あの幸せをまた感じたいと思ってしまった。その感情に気づいた途端、何をしたらいいのかわからなくなった。でもあなたの物語をここで終わらせるわけにはいかない。ごめんなさい、あんな危険まで犯させて。私は予想外ね。そういえば、あなたの体に宿っているあの周波数、ええ、あの子は飢えを訴えているようだけど、どこか具合でも悪いんじゃないかしら。私のソノラは万物の周波数の微細な変化を感知できる。だからあなたの体に存在する意志、私はテティスシステムの中で引き続きアブの情報を探す。あなたに修正されて最初の頃に与えられた使命に沿って動いている。システムの根底が
特殊な周波数によってほてもそれを上回るほどの平和とぬくもりを感じるの。いいえ、仕事は続けるけど、今の私はあなたと同じ日差しを浴びながら海辺の風を心地よく感じている。その通りよ。私はこれからあなたに代わって、きっとあなたはこの先もたくさんの物語を紡いでいく。どれだけ離れていても、ブラックショアは必ずあなたを助ける。協力者としてでも、花持ちとしてでも、漂白者自身としてでもいい。そうやってずっとあなたのそばにいたい。